どうも、笠原聡輝です。ということで今回のテーマはですね、思い入れのあるサインユニフォームということで、そのベスト3を発表していきたいと思います。それでは第3位は西村健太郎選手のサイン入りユニフォームです。まあ親切、もう本当にいい人っていうのも、まあ自分が中継ぎでブルペンいる時も、もう一から全部あの中継ぎの動きだったりとか、どう準備したらいいとか、いろいろまあピッチングのこととか教えてくださった先輩ですね。自分が寮生の時も、まあ西村健太郎さんがまあタクシー代だとお金かかるからっていうことで、わざわざ寮まで迎えに来てくれて、東京ドームまで送り迎えをしてくれた、すごい親切な先輩ですね。悪いところは一つもない、本当にいい選手、いい人、本当に尊敬できる先輩でした。ということで一人目は西村健太郎選手でした。第2位はじゃじゃん、沢村選手のサイン入りユニフォームです。まあ、沢村さんもブルペンでご指導いただいた一人であって、もうすごい親切な方で、すごいウエイトも下半身ばっかりウエイトする先輩なんですけど、いろいろ勉強になりましたね。本当にプライベートでも飲み連れてってくださったりとか、本当にお世話になりました。本当にいい先輩でしたね。まあ、だから今も大切にこうやって思ってます。なので第2位は沢村さんでした。それでは第1位はやっぱり栄光のエースナンバー背番号18番、杉内俊哉選手のサイン入りユニフォームです。すごくないですか、18番ジャイアンツの、しかもサイン入り、これはねすごい。加宝、加宝ですね、背番号18番、本物っすよ。まあ地元福岡で育ったんですけど、杉内さんは福岡ソフトバンクホークスでずっと活躍されて、ずっと自分ファンだったんですね。そういうこともあって、もうどうしてもお願いします、杉内さんくださいって言っていただきました。これだけに終わらずね、こっちは本物のユニフォームじゃないんですけど、なんかファンのグッズですかね、サインをもらったんですよね。もうチームメイトっていうか、もう一ファンとしてもうずっともう憧れっていうか、もう大ファンだったんで、これはもう自分の中でも本当にナンバーワン加宝ですね。はい、ということで杉内俊哉選手のサイン入りユニフォームが第1位です。ということで今日は思い入れのある、サイン入りユニフォームベスト3だったんですけれども、思い入れのあるサインのものまだまだたくさんあるので、企画としてどんどん動画にアップしていきたいと思ってます。守備が終わってチェンジになってベンチ裏に行く選手、大概、次回もよろしく野球しようよ。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が、面白ければ、高評価ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter もやっていますので、そちらの方も、フォローよかったらよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。